いたがるが行く突撃うまい旅、それではスタート。皆さんこんにちは、うまいたがるのくとみです。本日はうまい旅やっていきたいと思います。はい、というわけですね、はい、本日は中央区に来ております。はい、最近多めです。最近多めです、はい、中央区でもね、たぬき工事の6丁目、はい、6丁目に来ております、はい、今回紹介するお店はですね、はい、中華料理、はい、美味しいお店なんですけども、はい、店内がとにかくね、はい、レトロチックで、はい、めちゃくちゃおしゃれということで、はい、内観から楽しめるようなお店となっております、はいはい、ということで今回紹介するお店はこちら、ニュー花園さんです。こちらのお店はですね、SNS でもすごくね、はい、話題になってるお店で、はい、お店がねとにかくね、おしゃれっていうのと、はい、料理がね、めちゃくちゃ美味しい、はい、本格的な中華料理が食べれるお店となっております、はい、でね、私もね結構友達とたぬき工事をねこう歩いてる時に結構気になるお店なんですけど、はいはい、ちょっと外観からしてなんか入りづらい雰囲気がありまして、なんかねちょっとね、申し訳ないけどクルボケたっていうか、はいはい、昔風のね、はい、お店の外観かなって思っちゃうんで、はい、どんなお店なのかね楽しみですよね、はい、それはそれで、はい、なんかね私もそのね友達とねこちらのお店の前で、ね、通ることが多々あったんですけど、入りづらいっていう雰囲気があったので、撮影を機にね今回ねお店の中に入っていろいろ食べれるということで楽しみにしておりました、はい、ということで坂にね、寒くて、ね、口が回ってませんね、はい、ということで中に入っていろいろ食べていきたいと思います。はい、それではレッツ馬旅。ということで店内に入ってきましたが、店内の雰囲気がもうすごいですね。ね、めちゃくちゃレトロ感があってね、すごいおしゃれ。はい。ね。だけど日本とは思えない雰囲気がありますね。ね。はい。ということで今回はですね、まず飲み放題で行きたいと思います。はい。メニューがこんな感じとなっております。ね。はい。いや、そしてねメニューもなんかさ見たことないような名前のメニューがさ、ね、めちゃくちゃあって。量がめちゃくちゃあるんですよ、ね、すごい。ちょっとね、これ店員さんに聞きながら頼んでからちょっとわからない、はい、1個の、ね、量がどれぐらいなのか全然想像つかない、はいはい、そしてね、こんな感じでところどころパンダがね、後ろにもいたりしてすごい可愛いですね。可愛いですね。はい、では早速注文していきたいと思います。はい、はい、ということで注文が完了したんですが、まずはですね、はい、こちらで日替わりメニューとか載ってるメニューがありまして、はい、今回はですね、これですね、はい、漢字が読めない、何と何の酒蒸しですか。まあ、貝の酒蒸しなんですね、貝、はい、で、おすすめではこれにして、あと当ての方にこう桜エビの唐揚げ、はい、こちらをね、頼みました。そして、人気メニューのこちら、はい、薄皮餃子と、あと小籠包ですね。はい、はい、はい、そしてですね、こちらの方にあのね、牡蠣もなんと置いてありまして、こちら、はい、牡蠣3種盛り合わせの今回は蒸しで注文しました。はい、はい、ありがとうございます。とりあえずビールが来たんで乾杯しましょうか。はい、それでは乾杯。でね、今回は飲み放題で頼んでおりまして、うん、あのね、事前のね、あのネット予約、ホットペッパーでしたっけ、はいはい、あちらの方だとちょっとお安くできるんですけど、はい、来てからの飲み放題だと2000円ですね。2時間2000円の30分前ラストオーダーとなっております。なるほどね、はいはい、あとはよだれ鶏も注文してますね。そうだね、うん、でね、他にもね、結構ね、辛いのが好きな方もね、これがね、すごい人気みたい。はいはいはい、でちょっとスパイスの効いた手羽先のなんかメニューもあったりして、で辛いのが苦手な方は同じ手羽を使ったこちらのメニューがあるみたいですね。手羽先から揚げね、はい、はい、でなんとお通しもめちゃくちゃ可愛い。これ何でしたっけ、紹興酒でつけた何かって言ってました。食べてみてください。ではいただきます、はい、なんかちょっと
罪悪感ありますけど、いきますね。はい。あ、チーズかな。なんかね、クリームっぽくなってて、ちょっと酸味、あ、チーズだね。多分、うん、ちょっと酸味がある感じ。でね、なんかさ、ほんとレトロ感がすごいんだけど、このさ、箸もすごくって、こんな感じになってたりとか、はいはい、あとね、結構ね、あのそのね、席によって全然違うんだけど、この、何でしたっけ、これ、なんて言うんでしたっけ、コースター。コースター、はい、コースターがこんな感じになってて、そちらのカメラマンのやつのコースターが、ね、あ、すごい可愛いんですね、はいはい、こんな感じになってたりとか、すごいね、世界観がすごいです。いや、ほんとね、見てもらったらテーブルによって、ね、違うのね、そういう感じで、そう、BGM、昭和のDJ の中でも、はい、はい、じゃあね、いろいろ注文したので待っていきたいと思います。はい、はい、ということで早速まず一品目こちら、よだれ鶏が到着いたしました。はい、絶対うまいやつよ。やばいね、めっちゃ、ね、なんかいい香りがする。じゃあ早速、はい、いっちゃいます。あー、美味しそう。あ、最高だ。じゃあこの上に乗ってる野菜も乗っけて、はい、では、はい、いただきます。うん、あ、うまい、うん、鶏のお肉が柔らかい。なるほどね。で、ちょっと酸味がある感じ。うん、なんかね、ちょっとね、独特な香辛料があるんだけど、うん、そのね、香辛料を感じてる間に次は辛みがきます。あ、辛いんだ。うん、ちょっと辛い、これね、結構辛みはね、長く滞在するタイプのやつ。なるほど。でもね、めちゃくちゃうまいよ。キュウリも入ってる。あ、ほんとだ。うん、美味しいですよね。美味しい、うん、なんかさ、香りが今まで感じたことないような香りですよね。うん、ピーナッツ、歯応えが。あ、これだ、うん、これがそうなんだ。あ、結構辛さあるね。そう、後からね、結構ジュワジュワジュワって辛さがきます。ラー油が効いてて、うん、美味しい。美味しい、うん、美味しいけど、カメラマンはもう顔が、多分出る頃に汗だくです。顔がもう赤くなってきます。めっちゃうまいね。うまいよ。うん、柔らかい鶏が。あ、これがほら見て、うん、これがね、ピーナッツなんだって。はいはい、私食べた時に乗ってなかったけど。あ、キュウリと食べたら美味しい ね。うん、よく合いますね。うん、黒酢と針生姜お好みでお付けしてもらいます。はい、はい、します。これは黒酢。うん、黒酢、黒酢。はい、これも中国のですかね。なんて書いてあるかは分かりません。熱々の小籠包がついて到着しました。はい、美味しそう。ね、はい、では早速いただきたいと思います。はい、では続いて、はい、いっちゃいますか。いっちゃってください。小籠包でございます。まずそのまま行った方がいいですかね。そうです。熱いよ。結構熱々ですよね。うん、ちょっとお皿持っていただいて。はい、怖いよ。これって中身出しながら食べちゃっていいんですかね。ちょっとずつ吸うのね。あ、一気にいったら多分やけど。やばいですかね。あはい、では猫舌ガール、ちょっとドキドキながらいただきたいと思います。はい、はい、あー、汁が出てる、出てる。うん、あ、うまい。うまい。うん、出汁がすごい優しいんだけど、うん、このね、中のあんの香りがすごいしっかりしてて、はい、めちゃくちゃうまい。で、ね、お肉がもうぎっしぎし、ぎっしり入ってる。うん、うまっ。うん、うん、うまっ。あ、唐辛子いきます。はい、うん、うまい。あー、最高。いけましたね、珍しく。うまい。あー、なんかやっぱ本場の小籠包は違いますね。違いますね。うん、皮ももちもちなんだけど、なんかね、中のあんの旨味をちゃんと伝えるもちもちさ、はい、なんかきつこすぎない感じの皮の加減とかめちゃくちゃうまい。でさ、結構さ、うん、こうもう溢れんばかりの小籠包とかたまにあるじゃないですか。はいはい、あのね、中のね、スープっていうんですか、はい、あれがね、すごい程よい量入ってるからすごく食べやすいですね。じゃあちょっと続いてこちら、はい、黒酢と多分生姜かな、
緒にいただきたいと思います。ではいただきます。このね、黒酢の香りがね、めっちゃいいアクセント、本当にいい味変ですね。ドリンクを頼みますか。はい、はい、ではね、グラス交換制になってますので、飲み終わったので次頼みたいと思います。はい、すいません。はい、じゃあ私もね、ショルポンいただいてみたいと思います。はい、やばい、スープがめっちゃ美味しいです。美味しい、うん、マジで本格的なね、うん、ちょっとね、今ねよだれとる辛さで、ね、はい、結構ね、ダメージだいぶやられてますね。だいぶやられてるんですけど、汗ダラダラですよ。そう、汗ダラダラなんですけど、はい、やっぱね、美味しいものは美味しいんですよ、うん、ただ僕は辛いの好きなんだけど汗が止まらないという、そうそう、体がね、異常に反応するっていう体質をお持ちで、はい、はい、では続いてこちら、私2杯目は上海ハイボール、はい、こちらね、紹興酒をソーダで割ったお酒となっております。紹興酒をハイボール、あ、そっか、紹興酒をハイボールで割った、紹興酒のハイボール割りです。そうですね、はい、だいぶ度数やばそうですけど、度数やばいではちょっといただきたいと思います。はい、このね、コップもさ、レトロ感があって可愛いです。可愛いよ。はい、いただきます。あ、飲みやすい。あ、飲みやすいんだ。うん、前のさ、中華屋さんでさ、はいはい、飲んだじゃないですか。あ、結構、確か結構飲んだ記憶あるんですよ。はいはい、私は紹興酒結構生きるタイプなんですけど、うん、その紹興酒がね、程よく香るんだけど、これやっぱレモンが入ってるんで、爽やかな感じでめちゃくちゃ飲みやすいですね。飲みやすい。うん。うん。もうね、香りがいいね、紹興酒の。いいね。はい。こっち先に行った方がいいかもしれないですね。そうですね。これね、はい、いろんな産地の、ね、でもね、北海道産なんとか、はい、浜中、はい、サロマ、はい、そしてマルエモンですね。マルエモン、うん、これはもうね、ブランドが結構分かるんで、あ、そうなんですね。めちゃくちゃ美味しいと思います。一番はやっぱマルエモンかな。あ、これが美味しいですか。マルエモンが美味しい。じゃあちょっと美味しいのいただいちゃいます。はい今回はね、蒸しにしてるんですけど、はい、あれ生もありましたよね。生もあります。生と蒸しと焼きがり、ちょっと待って、やばい、やばい、行きますよ。はい、ちょっと過去最大かも。あったー、うわぁ、すごい。結構飲んでかせやばくない、すごすぎる。赤ちゃんの手よりでかいあ、でね、取りやすいよりちゃんとこう、もう取ってあります。ちょっとちゃんとレモンもあるんで、はい、レモンかけて、かけますか。はい、こんな感じでかけまして、でかー、ちょっとやばいね。はい、ではこちら、丸エフでしたっけ。丸エフはビールです、はい、なんでしたっけ。丸エモンです。丸エモンっていうブランド楽器があるはい、そう、でかすぎて口入るかな。うん、やばでしょ。うまっ。こんなに牡の旨味が濃いんですね。いや、そうそう、なんかマルエモンってね、ほんとやばいのさ、ほんと凝縮してんじゃん。ね、でもなんか変な臭みとかがないから、うん、もうやばい、これこれはやばい、まあ、これはね、高いんですよ、ブランドガキなんて。あー、最高すぎる。いや、あのね、牡と合います。上海ハイボール、あります、はいはい、あれですね、紹興酒がすごいいい香り、この香りとね、牡蠣がね、めちゃくちゃ合いますね。合いますか。あー、うまー。では続いてこちらいきますよ、はい、餃子。餃子ね、はい、ここにね、ありまして、ラー油と醤油とお酢があります、はい、ちょっとこのままいっても絶対美味しいと思うんで、まず何もつけずにいただきたいと思います、はい、このさ、ちょっと手で失礼します家で作るとさ、なかなかさ、うまくいかないんだよね。タレはね、難しいよね。難しいです。結構大きめですね。でかいね。ではいただきます。うまっ、うまっ。もうね、あんまぎっしり、ぎっしり、なんだろう、
なんかね、香りがめちゃくちゃいいのと、うん、お肉の甘み、はいはいはい、甘みもしっかりあってめちゃくちゃうまい、はい、これね、あるけどいらない、はい、うん、では、醤油とラー油とお酢でいいですか、はい、ちょっとずつ、ちょっとずつ、このね、これもなんかいい味出してますよね、いいよね、なんかね、中国行ったことないですけど中国行った気分になりますね、なりますね、はい、はい、じゃあこんな感じで全部混ぜました、いい感じに、はい、じゃあいただきますよ、はい、本当に結構1個がね大きいね、うん、うわー最高だ、うん、うまっ、うまい、うん、やっぱね、ラー油ちょっと入れたんですけど、うん、辛さがプラスされて美味しいね、うん、これはこれで、ね、うまい、うん、うー、最高、はい、結構ね、あのメニューいっぱい頼んじゃったんで、とりあえずテーブルにあるメニュー食べていきましょう、はい、はい、で、ちょっと私こちらね、桜エビの唐揚げですね、すごいね、可愛いんだけどね、こんな感じでくっついてね、ボリュームがちゃんとあります、はいはいはい、ではいただきます、めっちゃエビのいい香りがする、うん、うわっ、うまっ、うまい、うん、あ、揚げ付けシンプルだけど、うん、エビの香りと塩加減が絶妙、絶妙、うまっ、つまみに最高のやつ、もうね、全部つまみに最高、これ今回のやつはい、僕はね、カキ、うん、いただきます、これはね、浜中さん、うん、はい、浜中さん、食べたことない、いや、でかいね、でかい、持てないぐらい、やば、うわ、やば、蒸してくる、いや、やばいです、やばいよ、うん、いただきます、うまい、うますぎやば、餃子、うますぎね、うまい、じゃあ、こっちはサラマコさんの牡蠣でございます、これはね、ちょっと小さめです、でもなんかすごいプリッとしてますね、そうだ、うん、うまいね、日本酒行きたくなりますね、行きたくなるこっちはね、エビがちょっと強いかな、あー、なるほどね、いや、なんかいいですね、なんか牡蠣巡りとかもしたいですね、牡蠣ね、最近牡蠣の美味しさをね、いや、本当に目覚めちゃってる、目覚めちゃいます、いや、でもね、やっぱりね、何回も言うけど、私はね、虫が一番好き、あね、ちょっとやっぱね、生とか焼きだと独特なあの香りあるじゃないですか、あれがね、ちょっと苦手なんですけど、蒸しだとこう旨み凝縮なんだけど、生臭さ消えるじゃないですか、はい、でもそれがめちゃくちゃ美味しい、前行けなかったですけど、あの牡蠣のお祭り、はいはいはい、あれはね、今年ぜひ行きたいですね、行きたいね、あの、去年か、去年初めてスタート、あのコロナ明け初スタートしたみたいで、でもなんかあの取れる量となんか身が小さいってことで期間がすごい短かったらしいんですよ、そうそうそう、なんですけどスタートし始めてね、徐々に徐々にですけど、だいぶね、いろんなねイベントがね開催され始めてますので、ちょっとね、はい、あのでもね、ちょっと思うんですけど、イベントごとって上げた時にはもう終わってることが多いっていうのが難しい、まあでもね、イベントって毎年あるから、まあまあ確かにそうですね、だから全然上げてもいいと思う、いいんですかね、あれですね、来年に向けて今年は毎年こういうイベントがあるよっていう感じで、いろんなイベントに顔出すのもいいかもしれないですね、そうそうそう、うん、はい、ということでこちら続いてアサリの酒蒸しですかね、ハマグリに見えますけど、どっちでしょう、黒いよ、ハマグリは黒くないです、あ、ハマグリか、ハマグリのような感じしますけど、ちょっと分かりません、はい、はい、あのね、具材がね、エンドウ豆、エンドウ豆、うん、エンドウ豆とこちら、タケノコが入ってますね、はい、こんな感じで、結構いっぱい入ってます、はい、うん、ではいただきます、はい、うわあ、うまっ、うまい、いやもうこのね、貝の旨味がめちゃくちゃ濃いね、はい、うまっ、ちょっと身を入れて、はい、はい、それです、はい、ではいただきます、はい、あー、うまっ、あー、
あのね、優しい味付けなんだけど、うん、本当もう貝の旨味が濃いから、はいはい、めちゃくちゃうまい、はい、物足りなさとか全くない。あーこれ日本酒入れて飲みたかった。あーもうね、やばいですね。だんだんね、湧いたから飲んでいい。おじさま方がね、やばいですね、好むのはよくわかります。このサイズなのにさ、これに対しての旨味がね、すごい。はい、では続いてこちら、手羽先の唐揚げでございます。美味しそう。びっくりしてるね。ね、肉厚な手羽先。すごいですね。はい。レモンと柚子胡椒かな。そうですね。食べてて。じゃあとりあえずこのまま一回いただきます。はい。ではいただきます。結構ね熱々。あ、やばい。熱いよ。本当にやばい。熱いよ。あ、熱い。手で熱いってことは口でやったらもっと熱いってことですからね。うわ、もうね、身がもうめっちゃ柔らかい。すごい。プリンプリン。はいはい。でね、そうだね。多分下味で塩味ついてて、はいはい、このままでも全然うまい。うまい。めっちゃうまい。あっこ。あ、めっちゃジューシー。ジューシー。うまい。わ、わかるかな。あー、いいね。わかります？これはね、やっぱりこれはね、熱々のうちに食べれるのが、うん、うまっ。じゃあちょっと続いて柚子胡椒ですね、はい、これをつけて食べてみたいと思います。あ、ありがとうございます。なんかめちゃくちゃうまそうな気分が。これが醤油ラーメンですね、はい、何醤油ラーメンですかね。香味玉ねぎの醤油ラーメン。はいはい、めっちゃネギのいい香り、はい、あーやばい。ちょっと一回柚子胡椒つけたんで食べますね、はい、あっくっ。あーうまっ、うん、あと塩加減に柚子の香りプラスされてめちゃくちゃうまい。最高でした、うん、うまっ、うん、はい、ということでこちら香味ネギ醤油ラーメンですね、はい、もうね、すでにね、ネギのめちゃくちゃいい香りがします、はい、でね、具材なんですけど結構ね、ゴロゴロとね、お肉が入ってますね。すごいね、うん、で、小ネギがあって大きめの長ネギも入っております。はいはい、では麺、なんかラーメン女子みたいになってますけど、はい、ラーメン女子みたいな、はい、あーやばー、あーやばいね、絶対うまいやつだ、こんなの。絶対うまい、熱々だね、これ。ではいただきます。はい、あ、香りがめっちゃいい。おっくうん、うまっ。ネギの香りがまずすごくって、はいはい、なんかね、ほんのり甘みも感じるんだよね。うん、でもなんか変な甘さじゃなくて、はいはい、この塩味に合う甘さ加減、で甘さがしつこくないからめちゃくちゃいいアクセント、はいはい、うまいわこれ、やばい。麺がね、結構歯切れがいい麺で、うん、めちゃくちゃうまい、うまい、うん、なんか今まで食べてきたラーメンとはやっぱりね、ちょっと違う感じ、違う感じなんです。うん、うまい。でもね、ラーメンの本源はね、中華料理みたいな感じだったからね、はい、うん、いやいや、後味はね、あっさり系なんだよね、うん、それがまためちゃくちゃいいですね。じゃあちょっと手羽いただきたいと思います。うん、うまいわ。てか塩味加減最高ですね、うんうん、これね、お肉なんだけど、うん、あの角煮の柔らかい部分のお肉って感じ、だから噛んだらさ、縦に切れる感じのお肉、はいはい、うん、うまい。
はい、ということでいろいろ食べましたが最後の一口になりました。では最後の一口いただきたいと思います。ということでごちそうさまでした。もうめちゃくちゃ美味しかったです。はい、ということで、いや、めちゃくちゃ美味しかったですね。めちゃくちゃ美味しかった。いや、本当に本格的なね、中華料理だったんですけど、なんかね、はい、結構香辛料の香りもするんだけど、すごい嫌な感じじゃなくって、うん、いい感じに美味しくいただけるような香辛料の香りとか、はいはい、やっぱりちょっとね、日本人の人向けに作られてるのかなっていうのがありまして、そうですね、もうね、めちゃくちゃ美味しかった。やっぱね、ちゃんとね、うん、辛いメニューもあるんですけども、うん、はい、辛くない、うん、僕らに日本人にも適した、ね、はい、メニューもしっかりあってね、うん、美味しかったね。美味しかったでね、はい、あの締めに食べたあのラーメンがマジで美味しかったね。もう無心で食べてたよねあれほぼ一人で私食べてました。そうだね、はい、でね、やっぱりね、店内のね、雰囲気もすごい異国感があって、それもまたよくって、結構ね、あの食べてても、うん、あの素通りしていく方でも、中をちょっと覗きながら素通りしていく方はすごい多いんだけど、はいはいはい、ちょっとで勇気を振り絞ってで、ね、一回入っていろいろ食べていただきたいなと思いますね。そうだね、こうね、パッと見た時ね、うん、昔からある食堂なのかな、はい、みたいなイメージがあるんですけど、はい、これはね、演出です。そうですね、演出で、はい、本当にね、今現代風のものがたくさんあったし、うん、はい、おしゃれなんですよ、うん、正直、はい、うん、でね、すごいね、あのお兄さんもねすごい接客が丁寧で、そうそうそう、なんかちょっとあの本当に片言の方が接客しているのかなとか、そうそうそう、結構ね、この感じを見ると思うんだけど、本当に入ったらすごいなんかアットホームな感じもあって、はいはい、本当にね、ご飯を美味しくいただけるお店なので、はい、あのぜひね、あの見た目の偏見とかを持たずに、気になったらね、一度入っていただきたいなと思います。はい、そしてですね、今回ね、だいぶ食べました。はい、だいぶ食べたね。はい、お値段がですね、13,010円ですね。13,010円、はい、まあまあな感じですけど、はい、私たち、あの撮影のために結構ね、2、3品多く、あの普通の人よりかは頼んでるので。そうですね、はい、そしてね、飲み放題にしてるんですけど、うん、ちょっとね、あの最初に言ってると思うんですけど、先にね、予約をすれば、ね、そうですね、ネットから予約すれば、はい、1人1500円で飲み放題が頼めるんですけど、うん、はい、飲み放題が今回2000円かかってるんで、そうですね、飲み放題だけで2人で4000円かかってるんで、料理としては、ね、うん、まあ、1万円しないぐらい、ね、そうですね、全然安いと思います、はい、うん、でね、そのね、多分ね、飲み放題の方もクーポンの方で読んでみると先着10名っていう風に書いてあったので、はいはいはい、あの行くね、機会がありましたら結構早めの時間に来ていただけるといいのかなと思います。はい、はい、ということで、皆さんぜひ足を運んでみてください。はい、はい、ということで、はい、ということで、多すぎるなはい、ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。寒い寒いね